皆様こんばんは。本日より街道バトル2、チェーンリアクション、やっていきますよ。あれ？確かやらないって言ってませんでしたっけ？街道1のエンディングでこの先を作る気はないと宣言したと思うのですが、ソフトが送られてきました。正直マジかよって感じです。まさか予備のソフトを所有することになるとはね。さて、気を取り直して本編へ、まずは時系列の確認をしてみましょう。今回の舞台は2004年、天気の世界線で言うと首都高01の後、峠の伝説の前となっています。1年前の出来事からどう移り変わっていったのか。注目ですね。各峠のスラッシャーたちに加え、何より敗れ去ったプレジデントがどうなったのか。また今作は進めていく上で若干戦略性が求められるようになりました。前作のように一筋縄でいかない部分が何箇所かあります。歴戦の元気ゲイプレイヤーであればたやすい壁でしょうけど、これから登場する新作に向けて予習される方もいるかもですから。攻略動画としても役立つように作っていけたらいいですね。というわけで冒頭挨拶はこの辺で、ハンドルネームも決まったようなので早速街道2の世界に行ってみましょう。シリーズ恒例ですが最初の1台を決めていきます。1の時はミラージュでしたっけ？それとシステム上何を選んでも関係ないって話でしたね。適当なのを買ってヒルフェイズで稼いで速280馬力級に乗り換えるって戦略だったと思うんですが、残念ながらその戦法は封印されてしまいました。さすがに最初のステージからインプにランエボとかが投入できるなんてぬるくなりすぎてましたからね。初期で選べる車は左の通り、ミラージュは愚か A86 すらも選べません。軽自動車か100馬力程度のコンパクトカー。これに外車数台を加えたラインナップのみでファーストステージを進めることとなります。このラインナップを見ると86すらも強力に見えちゃいますね。昔やった時は85を選んでクリアしてましたし、エリア突破のみを念頭にライバルを選別していけばまあ詰むってことはないでしょう。で、案の定スターレットで楽しようという魂胆ですか？性能だけで選んだらどう考えても91スターレットなわけですが。まあスタタボで言っても問題ないでしょう。なんか個人的な好みを優先してません。過去プレイでは8号でクリアまで行ってました。でもせっかく動画にするなら元気ゲイっぽい車の方がいいかなと。まあこっちの方が楽ってのは否定しませんけどね。100馬力超えてて1トン切ってるみたいですからね。FR にこだわりがなければ合理的っちゃ合理的です。街道1でも後輪駆動はパワーが上がると面倒だって話でしたもんね。それじゃあ夜の峠に入る城を選んで進めていきましょうか。ここからが日中パートです。買い物、スポンサー契約、カテゴリーレースでの費用稼ぎは昼のうちにこなす必要があります。前作ではこの段階でカテゴリーレースを回しまくると即ハイパワーな車が投入できるって攻略法がありましたね。前述の通り封印されてしまいましたが。背景は今作でも健在なオンライン掲示板、図らずも先のステージをちょっとネタバレしちゃってますが、各峠ごとに地元民同士のやり取りを閲覧することができます。トリッカーなど条件が必要なライバルの情報が書き込まれることもあるので、攻略情報なしで進めるのであれば必ず顔を出す必要があります。
ここはメールボックス。情報動向ってことよりは、後々現れる熱心なファンによるスパムメールボックスとかします。ラバーズのメール、ほんとしつこいんですよね。内容使い回しだし。では必要なところは見ましたし、コントローラー設定をいじってからカテゴリーレースを覗きに行きましょう。最初のステージは箱根です。街道における C1 的な立ち位置ですね。比較的スピードの乗りやすいレイアウトで、序盤は問題ないですが、パワーの上がってくる後半に再度戻ってくる今回はどうなるか。なぜ二度目があるのかは後々攻略しながら解説します。さっきの通り最序盤の金策はあまり意味はないのですが、初期車の改造費用もありますから、やっておいて損はないです。今作のライバルはパワーアップ傾向にあります。適当な強化だと意外と痛い目を見ることもあるかと。どうせならまた街道バトルらしい車をたくさん移していきたいですしね、買い替えにも費用がかかります。というわけで FF 限定レースから、予定では昼の光景を映すのは最初で最後になると思いますので注目です。というわけで CA 形式のレースです。夜にも登場する街道由来のバトル形式になります。決められた区間でドリフトというより滑らせることで得られるポイントをゴールまでに稼げばいいわけです。測定区間内で接触があるとポイント抹消、挙動の癖と相まって苦手意識をお持ちの方も多いかも。今作からはポイントが目標値に達した時点でクリアとなります。地味ながらありがたい進化ポイントです。消化試合がなくなった点は効率化できて素晴らしいです。通常攻略するだけならそもそもそんなに周回する必要もないんですけどね。ここまでがカテゴリーレースでの昼パート。これから夜に移行して本格的にライバルを買っていくわけですが、その前にスタタゴくんをパワーアップしていきたいと思います。ノーマルでも問題ないでしょうが、念のためです。8号でもクリアできた経験があるとはいえ、さすがに100馬力ちょっとじゃ心配になりますね。というわけでスタタボくんに改造を施します。駆動系足回り車体には手をつけず、エンジンのみレベルを上げておきます。105馬力から142馬力に、軽自動車並みの車重も相まってかなりのスペックですね。トルクもありますし、タイヤにも手を入れたかったのですが、ちょっと資金が足りず、夜のライバルを倒した分で買い足しますかね。さて、改造はおしまい。改めて夜の箱根に行きます。少なくともファーストステージの攻略中はスタタボで、その後については後日考えます。初回はプロローグということで1名を討伐していきます。チュートリアルと思っていただければ。次回以降、本格的に攻略を始めるとライバル関係を含めたネタバレを挟みます。そういった面を楽しみたい方は今回以降はクリア後にご覧ください。これが相手の選択画面。今作では上りと下りの選択がなくなり、一覧にまとめて表示されます。上りで当たりたくない場合は対戦前に確認しましょう。またこの統一によりボス、スラッシャーもエリアに1人となりました。出現条件も上下両方の通常ライバルに及びます。最初の車で上り勝負を避けてたとしても結局対戦することになるわけですね。まだ最序盤で相手が弱いのが救いでしょうか。そして前作ではトリッカーも含めた全てのライバルを討伐してから次のステージに移っていましたが、今作では序盤のエリアに登場するトリッカーの登場条件が終盤のエリアのライバル討伐となっていたり、つまり最初の攻略だけじゃ全てのライバルを討伐しきれないってわけですね。動画でまとめるには頭が痛い要素です。そのため各エリアのまとめに最低には、少なくとも1周目はスラッシャー討伐のための最低限のライバルを討伐していく予定です。後ろの Z33 のように仮に出現させたとして相手にならないようなのもいますからね、手強くなりましたよ。幸い次のステージを解放する条件であるスラッシャーを出現させるためのライバルは比較的弱いのが多いです。強くなって戻ってくればいいだけですね。幸いセカンドステージを突破したあたりで主力級の車が揃い始めます。そのあたりで戻ってくるのが通常攻略ではいいかもしれません。それでは最初のライバルはこの AZ1 です。行ってみましょう。それでは SP バトルでの対戦です。どんな形式なのかは今更説明するまでもないと思いますけど、
上の SP が先に亡くなった方が負け、実力差があればバトル時間は短く、なければ勝負が拮抗して長引くという消化試合が極力なくなる優秀なシステムです。今は圧倒的に先行しているので相手の SP があっという間になくなっていきますね。というわけで20秒で圧勝してしまいました。正直解説するのにもう少し尺が欲しかったくらい。ストーリアを相手してたらいい感じになってたかもですね。トリッカーだったので意図的に外したんですけど。今作のライバルは全てギャンブリングバトルとなっているので、勝利すればこのようにお金が稼げます。ここも今作で変わった点ですね。夜のレースである程度稼げるのでカテゴリーレースへの依存度は下がったと思います。さて、カイドウバトル2での1日はこんな流れとなります。 CA バトルの効率化、パーキングエリア、掲示板の一覧性上昇、細かい部分も確実に進化が感じられますね。次回以降本格的に攻略を始めていきます。また箱根からライバルリストを全部移していく形になりますね。そして前述の通り一度の攻略でエリア全てのライバルを借り切ることができません。次回はひとまず箱根1回目、という形でしょうか。1周目はスラッシャーを出現させるための最低限のライバルを中心にやっていきましょう。色付きライバルは後回しです。ですがライバルの出現条件がエリアをまたいでるの本当に辛い。しばらく攻略本とにらめっこしてチャート作りですね。まあ、その辺はあやさんの仕事なんで頑張ってください。これだからカイドウシリーズは1だけにしときたかったんだよ。はい、何かおっしゃいました。次回第1話、箱根攻略1回目、お楽しみに。